正直に言う、全く心当たりがない。これは7年前、同立高校に通っていた当時16歳の優太さんが友人に送信したメールです。数分後に優太さんは地下鉄のホームから飛び降り、自ら命を絶ちました。自分はいない方がいいんだと思わせるような、なんかそういうものが教育だとはやっぱり思えなくて。優太さんが自殺したのは部活動顧問の指導が原因だとして学校側に訴えを起こしている遺族。4年にわたって戦ってきた遺族は、教育現場が変わるような判断を司法に求めています。熱心にトランペットの練習に励んでいた優太さん、衣装合わせで家に来た時にかっこいい。優太さんは2013年3月自ら命を絶ちました。訴状などによりますと、優太さんは札幌の同立高校に通い吹奏楽部に所属していましたが、部員同士でトラブルになりました。それがきっかけで顧問の男性教師の一方的な叱責を受け、翌日地下鉄のホームから飛び降り自殺。遺族が同を相手取り2016年に裁判を起こしましたが、去年4月の判決では指導に問題はなかったとして学校側の責任は認められませんでした。どこが教育指導として正しいんだろうっていうのも未だに疑問でして。遺族は不服として控訴。明日札幌高裁で判決が言い渡されます。教師がしたら何でも正しい、そんな世界で安心して通える子どもなんていないと思うので、そういうあたりをきちんと判断したものにしてもらいたいという気持ちが強いです。指導士が繰り返されないような判決を遺族は願っています。